本日はですね、大谷選手、水原元通訳の2人の人間心理から、今回の事件を分析してみたいと思います。まず、現時点で分かってきたことを整理いたしますと、水原容疑者は、違法賭博に、2021年12月から、2024年の1月の約2年間に、約1万9000回の賭けをしていた。そして、トータルで勝ち分が218億円、負け分が280億円くらいということで、収支にするとマイナス62億円くらいということになります。そして、大谷選手の口座から約24.5億円を不正送金していたと。そのために水原容疑者、銀行詐欺罪で、訴追されました。先日ですね、ロサンゼルス連邦地方裁判所に出廷して、保釈金約380万円で保釈が認められました。で、これまで大谷選手は2021年11月15日、会見でですね、水原さんのことを非常に持ち上げていた。会見で、お世話になったのはやっぱり一平さんと、その信頼と貢献度に感謝するコメントをしていたんですよね。それに対して水原容疑者はですね、その頃に大谷選手を裏切るように、大谷選手の口座の連絡先情報を自分の電話番号とかメールアドレスに変更し、そしてさらにですね、水原容疑者の悪質性として、ニューヨークタイムズが記事にしているんですが、水原容疑者が罪を逃れるために、大谷選手に借金を肩代わりしたことにするよう口裏合わせをしてほしいと、水原容疑者が大谷選手に打診していた。大谷選手はこれを拒否したんですが、いずれにしてもですね、水原容疑者、最後まで大谷選手のことよりも自己保身を考えていたということが伺える話だと思います。どうしてですね、こんな裏切り行為をできるのか、人としてもはや普通ではない、人として断じて許せないと批判する人も多いと思います。他方ですね、違う見方として、水原容疑者、ギャンブル依存症だから、その症状がここまで追いやった。だから、それほど非難はできないんだという人もいます。私はどちらの意見もですね、それが過度になると間違っているとは思います。確かにですね、罪を憎んで人を憎まずという言葉があるように、水原容疑者がギャンブル依存症という病気だとすれば、その点は考慮する必要はあると思います。ただですね、私はこれまで、検事などとして刑事事件を数多く見てきました。だいたい犯罪を犯す人は賭け事にのめり込み、競輪、競馬などなどに継ぎ足しては大きな負けを抱え、それを取り戻すためにどんどんとまた賭け事をする。やがては人様のものを盗んだり、騙したりするというようなことっていうのがもう枚挙にいとまがないぐらいにあります。今でいうギャンブル依存症の方もいたんだと思うんです。ですから、ギャンブル依存症だからといって、処罰が軽くなるということになっては、私は、少し話としては違うと思います。それよりもですね、私は40年以上、この検事などとして、人の心理を内面から見てきた経験、それによっていつも思っていることがあるんですよね。まさしくですね、人は生まれながらに、心のどこかに、無慈悲、残忍、妬み、冷酷、理不尽な感情というネガティブ、マイナスな感情を有している。で、その感情が制御不能となり、自分に、あるいは人に対して、傍目には理解しがたい行動に及ぶことがある。今でもですね、そうした感情の生き物である人間は、心の奥に潜んで、決して通常では正体を表さない、無慈悲、残忍、妬み、冷酷、理不尽な、そうしたネガティブ、マイナス感情っていうのが、心の中に、密かに、だんだんとはびこり、やがては第三者には理解しがたい行動に及ぶことがあるというのを、強く思っているところなんですよね。私は殺人事件の捜査に格別の思い入れを持っていましたけれど、人を殺傷したり、あるいは自らの命を絶つという場合の心の奥底に、募ったそうした特殊な感情がそうさせたと、考えなければ理解できないということが、まあまあありました。
そしてですね、もともとよく性善説だとか性悪説だとかいう議論があると思うんですが、私はですね、人の心の中にもともと性悪と性善、強さと弱さ、本能と理性っていうのがうごめいていて、それがまだら模様のように重なり合って、まるで一枚のような布になっている。で、それがですね、人それぞれ、あるいは場面場面で、そのどちらにより比重があるか。例えば、比喩的に言うとですね、悪魔の中に天使がいるのか、あるいは逆に天使の中に悪魔が潜んでいるのか、ということで、まあ、人に対する見方が時に、まあ、性善説に捉えられたり、時に性悪説に捉えられたりするようには思います。まあ、おそらくですね、水原さん、心の中にこうしたネガティブ、マイナス感情が芽生えてですね、最初は出来心で、こんだけ自分は大谷選手に貢献しているんだから少しくらいいいんじゃないのというような思いがあって、それがだんだんと麻痺していくと。で、どんどん負けが加算でいくことによって、こういうような結果を生み出してしまったんじゃないかなというふうに分析しています。こういうですね、いわゆる使い込みなどっていうのは会社でもよくありまして、会社のお金が会計担当の人によって横領されて、それが莫大な気づいたら額になっていたということはよくあります。私も自分の関係会社の役員の人にはこういう話をするんですけれど、他方ですね、今度、大谷さんの方ですけれど、この水原さんに対して全幅の信頼を置いて、この信頼度が増していくとですね、その時にもう一つの視点というのを本来は持たなければいけない、持つ必要があると私はかねがね思っています。ひとたびですね、全幅の信頼を寄せると、人間ってですね、むしろ自己肯定感というのが増幅していくんですよね。そうすると、本当によくやってくれてる人だよ、彼とか彼女がいないともう回っていかない、もう全幅の信頼を寄せているという意識がどんどん高まっていくんですよ。そこにですね、落とし穴がある。信頼を寄せれば寄せるほど、その時点でどこかにもう一度原点を見つめる、もう一つの視点、人間の心の中に潜んでいるネガティブ、マイナス感情、場合によっては悪魔のような感情が宿っていると。それは大なり小なり誰にでも言えることであるということを意識するということが、全幅の信頼を寄せれば寄せるほど、その時点でもう一度そういうことに光を当てるということが私は必要なんじゃないかなと思っています。まさしくですね、こうした水原容疑者の心の中のネガティブマイナスな特殊な心理、そして大谷選手の全幅の信頼を寄せて、どんどんとそれが募って、固まっていったという状況が、複合的に相合わさって今回の事件が起きてしまったんだと私は思っています。大谷選手、水原容疑者が訴追されたことでですね、そして大谷選手があくまで被害者であるという当局の発表を受けて、まあ、一つの区切りがついたと思います。ますますドジャースの打者として邁進してもらいたいという思いを込めて、終わります。本日の動画、私の解説、良かったと思う人は、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、どうかよろしくお願いいたします。